どうも、岡田千恵里担当プロデューサーのテカタンと申します。今回はこちらの、水着ガシャですね。こちらを引いていこうかなと思います。はい、というのもミクニャン着てるとね、結構私引いてるんですけれども、いや可愛いですよね。水着ちょっと引かねばっていう感じなんで、ミクニャン狙いでね、ちょっと今回はガシャ引いていきたいと思います。なんですけれども、まあ、石がね天井分ないのと、チエリちゃんがやっぱ怪しいですよね、そろそろっていうことなんで、まあ全部罰せずにちょっと途中でね、ちょっと区切ろうかなと思います。はい、ということで、こちらのガシャチケットでまず10連引いていきましょう。お、ロードありますね、ありますね。めちゃくちゃ重たいね。これめっちゃ入ってるロードじゃない？そんな感じの重さあるけど、どう？白封筒、これは変わりますよね。ということで、早速エンペンクリア来ました。あれ ?1 枚？そっか、1枚か。ということで、誰ですか？上条春菜は乗ってます。じゃあ、何のロードだ一体何のロードやったんやろう。あれ別にキャッシュクリアはしてないと思うんやけど、多分。ということで、はい、新規の SS レア、新規ロードではなかったですね。スレアも新しいアイドルちゃんいないんで。ということでね、まだ、チケットが、はい、あるので、こちらで行きましょう。お願いします。お、今回もロードあるよ。ちょっと、もしかして、回線重たいです？でもさっきよりもちょっと遅くない？気持ち遅くない？青封筒はどうでしょう。あ、ある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 。お願い。ここでもう出てくれてくれると嬉しい。おー、ミクニャー、嬉しい。目をそらすのは、不機嫌？意地悪？それとも、ミクが可愛いから？いや、可愛いです。めちゃくちゃ可愛いです。いいですね。すごく可愛い水着。ね、3D ショーもめっちゃ可愛いんですよ。ということで、運が良かった。20連でね、無事お迎えすることができました。やったぜ、引いて良かった。ということで、オルタネイトですね。特注オルタネイトでございます。はい、ということで、はい、無事ね、20連で、お迎えすることができたので、チケットで引いたので、スタージュエルが今4万5千ありますね。なので180連分残ってるっていう形なんで、まあまたね、コツコツ貯めてね、チエリちゃん備えたいと思います。ドミナントで来るのか。次のガシャって8月頭やから、何になるんや？あれ、いつも7月頭が浴衣で8月頭が水着じゃないっけ？じゃあ次浴衣なんかな？ということでね、まあそちらも楽しみですね。ということで、はい。また今度はちえりちゃんのが、多分ちえりちゃんで引くんかな？なんかリーナとか来ても引きそうな気がするんで、ちょっとね、震えてるんですけれども、ということで、今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。